どうもこんばんは、MNK さんとモンキーと花声のシェリーです。はい、ずっと花声のって言ってるから同一日に撮ってるってわかるね、はい、ずっとキッチンで撮ってましたけども、こちらに来ましたね、久々に、はい、今日は英語でもちょっとダントツで私の方ができると思ってるので。英語でも漢字はだってポンコツだったじゃないですか。そうですね英語でもちょっと私はダントツで勝てるというところを見せてやろうかなと思いましてね、はい、ということで、はい、今日はこんなものを買ってきました。はい、たべっ子動物。比較するとね、大きさがすごくわかると。でっかい、50袋入ってます定番のバターが50袋入って、パーティーやプレゼントにも最適な大箱サイズ、はい、親子やお友達と46種類の動物を英語で覚えられる楽しいコミュニケーションビスケットですって書いてありますね。そう、一個一個に英語が書いてあって、はい、ランダムで袋に手を入れて分かるかどうか、そう、自分が思ったやつはホワイトボードに書いて答えを出します、はい、ということで、たべっ子動物英語テストをやってみたいと思います。食いしん坊みたいな50袋ってすごいよね。いや、この中から1袋まず選びます。はい、バカじゃねえの、マジか、マジかよ1列目に5袋入ってるとしたら10だよね。開けます。はい、いや、1問目これからいっていいですか。ですよ。見えねえ、こちらイーグ。はい、どっちだっけな。そうなんだよ、俺もどっちだっけな。はい、じゃあ一斉に出します。せーの、ドン。あ、割れた。わあ、かかと足どっちかでね、割れたんだよ。はい、正解はワシでした。ワシか。ちなみにカカは何ですか。フォークですね。フォークか。カカはフォークでした。か、野球してると得意だよね。ソフトバンクフォークスだと。そう、フォークスだと柔らかい銀行のタカ。正解したやつここ置いといて。あ、食っちゃった。じゃあ、バファリン。とりあえず1問正解したんで、はい、見えるかな、ちっちゃいけど、うん、パロット。はい、わかりました。マジパロット。はい、私は書けましたよ。すごいね。あ、そうだよね、ワンピースに出てくるフォークスって鷹の目だもんね。はい、行きましょう。はい、せーの、トン、オウムか。はい、正解、オウムでした。イエーイ。マジか、1対バファリン。首に入れてるけど。はい、ちっちゃい、見えねえ。変変、はい、せーの、てん、オスのニワトリ。ニワトリ、はい、答えはどうでしょう。メンドリです。メスだったか。メスなのでニワトリと書いておけば多分正解なんですよ。あー、なるほど。いらなかったか。ええ、メンドリは英語で変、はい、ルースター。オスのニワトリはルースターです、かっこいい。なんかちょっと間違えたらロースターだから焼かれてる感じになる。鳥だけに余計なものつけなければ。オスはいらなかった。これ全10問にするって言ったっけ。1袋やればいいんじゃない。マジで言って。次は私かな。はい、そうですね。これはサービス問題だね。ドン、見えますかね。キャッもう舐めんなよ。わかんない、オスの猫かもしれない。言っちゃったじゃん。あれは簡単でしたね。はい、せーの、ポン。猫。はい、はい、猫ですね。はい、正解です。これはサービスだったね。これはな、これ引くのがさ、簡単すぎてもダメよね。ディアーじゃん、ディア、ディールだと思う。はい、ディール。いや、また余計なものつけると失敗する気がするんだよな。行きましょう。はい、せーの、トン、ヤギ、鹿。ああ、なるほどね。鹿でした。鹿でした。ここが鹿じゃない。カシマアントラーズのアントラーって。アントラーは鹿だよ。ペリカン。え、ペリカンです。そのまんまじゃないか。じゃあ待って、この問題やめよ。絶対もう、だってまんまだ。引き分けで。引き分けはダメ。ペリカンはダメ。はい、次次次。はい、マウス。あ、まあまあ、マウス。せーの、マ、ネズミ。1時間。マカオ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 は国だよ、もう。鳥っぽいよね、形からすると。そう。食べましたか。せーの、はい、インコ。あ、一緒だった。
これどうなんだろう。混合インコって出てくるんですよ。じゃあインコはどうなの？そのインコだけだとパラキートになるんですよ。なので混合インコなんです。じゃあ不正解ですね。無理だわ。確かに。そうっすね。うめえな。いやさすがに混合インコは出てこん。分からん。ファーシーユ、ファーシーユ。私多分分かった気がする。はい、はい、せーの、トイ、アザラシ、アシカ。おお、割れた。とことんついてねえな、うん、オットセイで。どっち待ってなかった。あーもうとことんダメだわ。半分ぐらいなくなりましたね。あ、そんな減った、うん、早いね。あーこれはスパロー。スパロー、スパロー。あ、スパローか。余計な、余計な単語ついますけど、なんだけど、うん、デンデンデレデン。やろう。どっちかな。違う言い方ってか、もう一個の似たような単語あるよね。あるね。それは絶対違うと思うんだよ。せーの、トイ、カラス、スズメ。かわいいね。さあ、どっちでしょうか。私、ハトとカラスで悩んだ。ハト。ジャックスパローってハト出てないよな。スズメでした。かわいい単語だと思ってた。ジャックスパローって、ジャックスパローって海賊版のスズメ。スズメに見えん。なんでシルエットから連想するの。絶対無理だって、これシルエット。だってさ、おめえこれカンガルーに見えっけって話じゃん。シルエット。タピアでいいのかな。読み方がわからないんだけど。は？全然出てこねえわ。わかんねえな。これもシルエットで判断するしかねえ。なんかすごいマニアックなところを突かれてる気がする。あ、食べっ子動物ってそんなんだよ。せーの、ドン。牛。カバ。やっぱカバか。牛とカバどっちかなって。タピール。タピールって言うの。これは出ねえ。バク。わかんないよ。わかんないよ。バクは出ねえな。夢食ってろよ。割れてますけど。うん、M ダック。ダック。M ダックってなんだろう。何 M って。一応これだけでもいいか。せーの、はい、はい、アヒルだよね。マンダリンダックでおしどりらしいです。おしどり。じゃあアヒルとは違う。ダックだけだったらアヒルだよね。和名がおしどりで、英名っていうかイギリスの方かな、英語の名前だとマンダリンダック。残念、じゃあ不正解ですね、2人の。うん、はい、ライオン。うん、ダメだ。食え。また同じの出たんだけど。同じの出たんだけど。どれ？スパロー。スパローはスズメだ。スズメだ。どうしよう。引き分け。なんで自分のポイントにしようとした今。同じの出たマウス。オーク。せーの、ダッカ。いきましょう。はい。よいしょ。ペリカン。いきましょう。変。シェイさん、ラス1です。やるよ。やばい。マンダリンオレンジを。あ、新しいのだ。ワイルドボア。だっけな。これちょっとあれでもわかんないね。思いついたのが1個しかない。もう形はね、参考にならない。うん、あ、どっちだろう。いいよ。いい、変えてもいい。変えていい。うん、はい、いいです。どういせーの、ドン、モグラ、サイ。私ね、イノシシって書いたの。俺も最初にイノシシって書こうと思ってサイにしたんだけど、うん、イノシシでした。イノシシでした。直さなきゃよかったよ。そうだよ、俺も書きゃよかったな。はい、ん、キャメル。キャメル、そういう銘柄なかったっけ。ラクダ味のタバコ。美味しくないちゃったし。ということで、せーの、はい、ラクダ。ラクダ。はい、じゃあ、ケリさんどうぞ。はーい。オークス。オークス。あー、これね。これ。投げた？はい。せーの。ドン。サイ。メスの牛。ほう。そういうブランドあるよね、オックスって。オックスモックスだっけ？オックモック？ヨックモックでしょ、それ。わかんない、呼び方がわからない。あれ、あの、作
クサクしたやつのメーカーでしょ。知らない知らねえなら言うな。財布のメーカーを私は今言ったんだけど。あ、逆だ。オスの牛だ。オスでしたか。でもサイじゃなかったです。牛って感じ。ハズレですね。おお出るね。リンクス。俺ね、これ知ってると思うんだよな。これ、当たる気がするよ。せーの、山猫。かなりかけた俺。これで当たってたら嬉しいな。これはダメなのか。大山猫。山猫と大山猫は違いますから。でも一応山猫ってリンクスなんだよ。ああ、山猫で検索する。山猫はワイルドキャット。あでもリンクス山猫これ正解じゃない？じゃあ、おまけだぞ。これは新しいやつだ。いきますよ。エレファント。エレファント、わかりますか？エレファント。あせーの、タン、ゾウ。ゾウ、言い訳だね。これ出す？モンキー。はい、はい、はい。でもシルエットって縦だね、これ。だね、うん、はい、せーの、ドン、サル。毎回モンキーですって言ってる立場の人間が引くかね、これ。はい、いきますよ。またホース。馬多いな。あ、これ新しい。ヒッポー。何言ってんの？ヒッポー。本当だ、ヒッポー。これシルエットですらちょっと何にも想像つかねえな。四つ足、四つ足。ヒッポー何？ヒッポー何？何それ、ヒッポー何？はい、はい、せーの、ドン、カバン、羊。ほう、ヒッポー何？うるさいな。お、カバです。ヒッポ何って言った時あるよ。ここでカバ来たか。ここでカバ来たね。サービス問題かな。ない。カウ。カウ。ああ、あっちの方がいいのかな。下手にかけない方がいいよ。下手にかけない方がいい。はい、せーの。はい、牛。はい、牛ですね。はい。メスの牛もカウ。かけらしかない。あのね、これ難易度だけど。体がね、ないの。なんとかベアなの。何ベアだと思う。あ、これ、ポーラーベアでしょ。そうなの。北極熊でしょ。へぇ、よくわかったね。ないんだよ、中身。ないベアしかね、書いてないのよ。アールベアしか書いてねえ。ね、でもポーラーベアっぽいね。ポーラーベア。あ、ほら、ポーラーベア。本当だ。北極熊。まあでも、山猫、大山猫だからいいよ。じゃあ、2袋開けてみた結果ですね。モッチさん4匹正解、シュレイさん2匹正解。モンキーの勝利です。甘いもん食べよう。ザーッザーッ。汚い汚い、おじちゃん。とんでもない。悪魔の門開いてる。はい、ということで食べっ子動物英語テストは、モンキーさんが見事勝利いたしました。悔しいの。悔しいのギギ。概要欄の方にはこちら、まあ、あればあれですけど、まあ、どこにでも食べっ子動物を売ってる。ちゃんと喋って。どこにでもね、食べっ子動物は売ってると思いますけども、はい、まあ、このギンビスの公式ホームページありますので、そちらの方を概要欄の方に載せておきます。あと MNK サウンドの SNS とかも載ってますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。あと、エンディングの方では、ロゴマークの方からチャンネル登録ができたりとか、再生リスト、その他最新動画にも飛べますので、そちらも合わせて、ご鑑賞いただければと思います。はい、ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。食べっ子水族館もあるよ。ああ、そうだ、やろう。水族館は俺多分、ね、苦手。水族館って書いてあるの？チョコかけたよ。